今回は Galaxy S22 シリーズでカメラのシャッター音を無音化する方法を紹介します。日本や韓国では携帯キャリア側の自主規制としてカメラで撮影する際にシャッター音が鳴るようにスマホが設定されています。この自主規制とは法的拘束力を持たないものとなっています。狙いとしては盗撮防止かと思われます。この動画で紹介する方法でカメラのシャッター音を消すことができますが、あくまでモラルある撮影をするという前提があります。決して盗撮を助長するためのものではありません。ちなみに盗撮に関する法令として迷惑防止条例があります。そもそも人の同意なくカメラを向けることはこの条例違反となる可能性があります。個人的にスマホのシャッター音矯正は必要ないと考えています。デジカメや他の撮影用カメラでシャッター音をオフにできる製品はいくらでもあります。このような無駄な自主規制が早くなくなることを願っています。それでは本題へ入ります。また今回の方法は Galaxy S20 Ultra で確認したものです。その他の機種でこの方法が適用できるかは分かりません。はじめに Google Play Store から Set Edit というアプリをインストールします。無料となっています。このアプリはスマホのシステム設定を直接変更できるようなツールです。起動するとこのような画面になるかと思います。下の方にスクロールして CSC プレフカメラフォースとシャッターサウンドキーという項目を探します。続いてこの項目をタップしエディットバリューをタップし値を0にします。これでシャッター音が消えます。0が小音で1で鳴らすといった感じのようです。設定が終わったらアプリを終了して大丈夫です。シャッター無音化はこれで完了です。純正のカメラアプリで撮影時に音が鳴らなくなります。写真でも動画でも音は鳴らなくなります。私の場合は Galaxy Note 10 Plus を使用していた時もこのアプリを使用していました。 OS のアップデート時など何らかのタイミングでシャッター音が鳴る設定に戻ることがありました。その時はその都度設定をし直せば問題なく使えました。今後の OS アップデートなどで解約されないことを祈ります。以上、 Galaxy S22 シリーズのカメラシャッター音無音化の紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。